はい、今日はスズキソリオハイブリッド SZ に乗っておりますが、今回スズキソリオをどうして取り上げようと思ったかと言いますとですね、うん、まあマイナーチェンジちょっと前にしてるっていうのもあるんですけど、2023年にしてるのかな、はい、はい、もあるんですけど、ちょっと前に私がまあ出張で出かけて、はい、このガソリンタイプの、うん、ソリオ G になるんですけど、はい、それをね借りて、熊本のワインリングをだいぶ走ったんですね、はい、その時の印象がすごく良かったので、うん、ちょっと改めて借りてみませんかということで、借りてみました。まあ、正直、こう確か4世代目になるソリオですけども、はい、2020年に登場して2021年にライドナウでは私が、はい、当時の、バンディットかな、バンディットのハイブリッド試乗をしてます。覚えてらっしゃる方もいると思いますが、まあまあ酷評してます、はい、はい、ちゃんとまっすぐ走んねえなと、まっすぐ走んないだけじゃなくて、まっすぐ走ってない感がちょっと伝わりにくいなというところ、乗り心地はすごく良かったんですけど、やっぱりこう誰もが乗る車、老若男女が、はい、まあ、車好きじゃない人たちがね主に乗る車なんで、逆にそこはちゃんとしようよという話をねしたつもりだったんですよね。はい、いろいろコメントいただいて、そういう車じゃないって言うんですけど、そこははっきり反論しておきますけど、そういう車ですからね、どんな車もちゃんとまっすぐ走ってちゃんと快適で、まあファンがあるとは言わないですけど、しっかりいいものでなければいけないとね、よく切れない包丁で毎日料理するの嫌でしょっていうことが僕がまあ常に思ってることなんで、まあそういう話をしたんですが、そう言ってたら南波さんがすごい良かったと言ってるんで、むむと、せっかくねマイナーチェンジしたあとね、まあ試してなかったんで、ここは乗ってみようかということで今回借りてきたという形で。このハイブリッド SZ なんですけど、はい、まずフルハイブリッドなんですよね。はい、最初はソリオハイブリッドという名前が付いてるモデルもマイルドハイブリッドでした。でそれが途中で登場したこのハイブリッド SZ に関しては、あとはまあバンディットにもありますけど、こちらはフルハイブリッド、スズキの、ね、はい、おなじみの AGS オートギアシフト、つまりシングルクラッチギアボックスですね、はい、これにモーターを組み合わせたシステムをこれも使っています。ライバルがですね、まあ、3気筒エンジンとかになってる中で、はい、あのスズキはガソリン仕様の G もこれも、うん、あのまあ、1.2 リッターの4気筒なの で、 そうです、ね、まずそのハイブリッド云々以前に、はい、エンジンが気持ちいいんですよね。そうですね、カサカサしてない、はい、バタバタもしてなくて非常にスイートな、はい、しかもね4気筒だというだけじゃなくて4気筒の中でも非常にスイートなね、はい、いいエンジンですねこれね。このお値段の車にこんなにコストのかかったエンジンを使ってて良いんでしょうかねというぐらい、はい、ああよくできたエンジンかなと思いますね。あの正直スイフトがもう3気筒になってしまったので、はい、この車の次っていうことになった時にはね、うん、3気筒になるんでしょうということは今しかないぞっていうような、はい、意味もあるかもしれません。あのね乗ってて本当にね、あのフォーンっていい感じで回ってくれる気持ちいいエンジンになってるなと思います。で乗り心地なんですけど、うん、乗り心地は非常にマイルドなんですよね、はい、特にもうフロントサスペンションしっかり動いて、あのフロントで姿勢を作っていく、乗り心地を作っていく車ですよねこれ。フロントかなり、まあ、ソフトで動くんですけど、はい、この柔らかくストロークするんですけど、まずゴンってならない、ね、ガツンと来ない、まあ、なんかことさらボディ剛性が高そうな感じでもないんですけど、はい、そこのいなし感がいいのと、あと戻しですね、ダンパーのこう戻しがいい感じなんで、ふわんと来た後にスッと足を落としていく感じがあって、これがまたなかなかやるじゃんというようなフロント、まあ、リアはそうでもないかなと。リアはまあそうですね、まあ、リアサスペンションはねスペース重視のいつものやつなんで、うん、そんな特筆すべき点はないかなと思うんですけど、まあでもソフトしなやかではあって、かつ変な動きはしないなというところは、うん、いいですね。で運転していて見切りもものすごくいいんですよね、うん、ここのあの三角窓、はい、と言えばいいです、三角じゃないけど、そう、はい、そうですね、はい、A ピラーとその後ろの間、はい、この窓とかがあるおかげで特に交差点で歩行者歩いてくるよみたいなのはものすごい見やすいですし、うん、車の全体の形もスクエアに近くて前とかもすごい、はい、あの分かりやすいので、はい、駐車含めて街乗り駐車、うん、すごい軽自動車感覚で乗れますね。まあ以前にその不満を言ったステアリングフィールは、はい、まあ、完全に解消されてるわけじゃないんですけど、あとは足もね、うん、そう柔らかいんだけどなんかやっぱりその分っていうのが前回乗った時の印象でそれを話したんですが、うん、今回かなりそれはね
あの改善されてるなと思いましたね。なんか柔らかいとかその、ステアリングフィールもめちゃくちゃ軽いんですけど、軽い奥に姿勢が分かるちょっとフィードバックがあるように私は感じるんですけど、ね、もうちょっとピタッと落ち着いててほしいんですよね、はい、あの姿勢がというかステアリングがあって気もします。だから電動パースターのモーターを一段いいものにしたいなみたいなイメージですけど、はい、だまあ全体には走っててあの印象はね悪くなかったですね今回は。これが G のガソリン車になると、まあ、100キロおよそ車重が軽いので。そんなに軽いんだ、はい、90キロですかね、うん、なのでワインディングであのやっぱり姿勢がいいんですよね。なるほど。前輪の上に乗ってこう曲がってる、やっぱリアサスは ついてきてるだけなんですよね、うん、正直言って、うん、なんですけど前輪でしっかり向きを作っていけるのでまるでバイクに乗っているような、まあ、はい、古いハンドリングっていう言い方もできなくはないんですけど、はい、なりにバランスが取れているんですよね。そうですよ。でこのカテゴリーの、まあ、車としては、まあ、意外に楽しいなと思ったわけです。あのスイフト感があるんですよね、うん、スイフトも似たようなハンドリングだなと思うんですけど、はい、なんかだから操って楽しいというふうにまでいかなくても日常乗っててなんか気持ちいい感じっていうのが、まあ、改めてあるというかはそれは感じました。あのハンドリング乗り心地、そしてこのハイブリッド含めたエンジン、はい、このエンジンとその AGS の組み合わせってのもいいんですよね、はい、要は段付きのギアですからしっかり変速してダイレクトなアクセルと、エンジンのね吹き上がりっていうか、うん、トルクがつながってくる、駆動力がつながってくる。でその欠点であるガッチャンガッチャンとこうやって首が触れちゃうところをモーターでうまく鳴らしてくれるんで、まあいいんですよね。だから車はこれでいいんじゃないかっていう風に思えるうちの1台かなと、はい、パッケージング的にもそうですよね。その時って荷物とかいっぱいあったんじゃないですか。そうですね、もう1クラス大きい車と同じぐらい、うん、まあ、荷室ってこれすごいしっかりしてるんですよね、はい、後席倒して、はい、フラットになってあのフラップがついていて、あ、そうですね、座席の前後で完全にフラットな状態がこう長くなるとか、はい、うん、あとまあ助手席を倒して長尺がつなぐとか、はい、いろいろ考えられてるんですね。で、そうですね、助手席の床下に濡れたものを入れられるボックスがあるとか、はい、そうですね、はい、そこら辺はやっぱ軽自動車でこう培ってきた利便性がさらにこのサイズになって、要するに軽自動車よりもちょっと高い車だからお客さんの要望も当然高いものがあるんですよ、はい、うん、で軽で使えなかったコストもしっかり使って作ってあるなというところですかね。あの前の動画の時にも話したんですけど、はい、微妙にサイズが大きくなってきてるんですね。これ全駆1645なんですけど、はい、デビューした時のソリは1620だったんですね、うん、僕はやっぱりそこはねやっぱりそうは言っても頑張ってほしかったなとちょっと思うんですよね。 なるほど。なぜかというと当時最初に言ってたのは5ナンバーサイズが入るように作った自宅の駐車場に車を入れた脇に自転車を置けるだったんですよ、うん、なるほど。もうまさになんか日本の家庭のことを考えてる、はい、そう考えると25ミリそれより増えてるんで、まあ、自転車ちょっと大変じゃんとかね、はい、まあ、傷つけられちゃうじゃんとかね。だからそのパッケージ、まあ、そういうことは言いたいのは言いたいんだけど、一方であの今回改めて思ったのは軽自動車からの、まあ、いわゆる、アップサイジングって言うんですか、はい、これは正直かなりの大きな差がありますよね。そうですねと思いました。あのソリオ、まあだからいろいろ言いたいことはあるのは変わらないけど、まあ、今回半分ぐらいになったけど、うん、全体としてはまあやっぱ非常によくできている。でなんといっても安いですよね。そうですね、まあ、この車でだいたい230万円ぐらい、そして、はい、G だと180万円ぐらいなんですよね。そうですね、はい、値段的にはもう K の上の方とオーバーラップするわけじゃないですか。そうですね、正直得られる日常使いの心地よさ、まあ、僕は最初に言ったように普段ね使うものだからこそ車好きじゃなかったとしてもなんかいいものだったら車に乗るのが億劫じゃないし、毎日の買い物や送り迎えもまあ楽しいとまでは言わないけど嫌じゃない、はい、でそれこそじゃあ、週末になったらお父さんが乗って遠く行くんでもまあ悪くないねってなる。やっぱ僕はそういうこのブレッド&バターみたいな車には大事だと思ってるんですけど、いいじゃないですか。あの若い人が、まあ、趣味があって、うん、趣味を楽しむための道具としての車、はい、うん、とすると本当にこの車はその
移動も楽しくなるというか、まあそうですね、気持ちいいものになるので、うん、いいなと思いますね、はい、でなんなら結婚して子供ができてまで使えるのでフレッシュマンが買っても、ねうん、そのまま10年乗れるという、はい、もっと乗れちゃうかもしれないですよね、はい、23歳で買って、まあ、下手すれば40歳までこの車でと言いたいけど、まあ、まあ10年乗れますよね、はい、本当にね、あのライバル正直、まあ、例えば、トヨタダイハツ、はい、スバルとかあるけど、まあ、そこに関して言うならば正直こっちの方が全然上なんで、うん、あのぜひこちらを選ばれた方が幸せになるんじゃないかなというふうに思いますね。しかも4気筒です。そう、気持ちいいんです。今4気筒買っといて10年後もう4気筒の車ないっすよ、はい、このサイズでねって考えても、うん、いいものになりそう。ガソリン車でもいいしハイブリッドもそういう意味で悪くないよと、はい、今平均燃費 17.8 って出てますけど、多分普通に乗るともうちょっと伸びると思います。今日はちょっと高速を結構使ったんで、しかもまあまあ速度が出てたんでね、とあと渋滞だったから、多分普通に使ってまあ20弱ぐらい例えば出るならば、はい、十分ですよね。そうですね、うん、今回、まあ、改めてもう一回乗ってみたわけですけど、はい、まあ、結論としては、まあ、車って道具だったらこれしっかり楽しめる道具になってるなという結論ですかね、うん、はい、軽自動車からのステップアップ考えている方は乗ってみたらまあまあ驚きあると思いますよ。はい。